おはようございます、キムッチです。今小田急の町田駅に向かっているところなんですけど、こっからロマンスカーに乗って箱根湯本の方まで行きたいと思います。で、そこからいくつか乗り換えをして大涌谷の方まで行きたいなと思っております。で、今回の動画はもうひたすら移動だけの動画なんで、なかなか映えない景色がたくさんあると思うんですけど、ご了承ください。結構大涌谷まで電車とか交通機関で行くのって複雑なので、まあ、それまでの簡単な道のりを紹介できたらいいなと思っております。で、今回は、まあ、箱根湯本でゆっくりお風呂に入るのもいいなと思ったんですけど、せっかくなんで、まあ、ちょっと芦ノ湖とか大涌谷とかがどういうところなのかというのもお見せできたらいいなと思います。なかなか東京から日帰りで行ける温泉とかそういうところって少ないと思うので、まあそういうところの周りの観光とかをお見せできたらいいなと思っております。で、ここで特急券を購入します。で、ここからロマンスカーに乗って箱根湯本の方まで行きます。では、ゆっくり電車の中探したいと思います。ここからは強羅駅行きの代行バスへの道になります。ただ現在強羅駅行きの多段鉄道が開通しているので、強羅に行く方はそちらに乗っていただければ大丈夫です。強羅駅の代行バス、しました。こっからケーブルカーに乗って総運山まで行って、そこからまたロープウェイに乗って大涌谷、ちょっとね登山鉄道の方が台風の水で
っともう線路がなかなかもう今電車が走れない状態が結構続いてて、で今一応ちょっと今湯本駅見たら試運転はしてたんで、まあ、ちょっとそろそろ見えてきたのかなってところなんですけど、今回は湯本駅から強羅駅までは臨時バスに乗っていくっていうような感じですね。で、あ、見えてきました。見えてきたね、強羅駅。駅構内入りました。ここで切符を購入して、でケーブルカーに乗るという形になります。ということでこんな感じで入っていって、じゃ乗車していきたいと思います。今アナウンスがあったように、まあ、この先のロープウェイで運休の恐れとかが天候の影響であるので、ここで乗る前に確認しておくのがいいと思います。ご利用になる施設側のドアよりお降りください。ケーブルカーは事故防止のため急停車をする場合がございますのでご注意ください。 Thank you for using the Hakone Tozan cable car. This cable car is bound for Sounza. Please be aware that the cable car may stop suddenly to prevent an accident. まもなく公園下です。 We will shortly be arriving at 公園下 NumberOH58 強羅公園ご利用のお客様は進行方向左側にお降りください。公園下です。箱根快速電車の方が参ります。まもなく終点総運河です。お出口は右側です。お降りの際はお忘れ物をなさいませんようご注意ください。We will shortly be arriving at Sounza, number OH62. ご乗車ありがとうございました。終点Sounza駅到着です。ただいま Sounza 駅改築工事中のため、改札口までの仮設の通路を使用しています。大体ご迷惑をかけました。階段、段差等ございますので、足元には十分ご注意ください。でここからひたすら歩いて改札に向かうんですけど、この時は駅構内が工事中だったんで、まあ、一応専用の通路を通っていきます。でここに近くにトイレがありますんで、ちょっと結構移動も多いんで、ここで一回トイレを済まされるといいと思います。
っていうことでね、もうひたすらここを歩くだけなんで、ちょっとあとは駅構内の方を移していきたいなと思います。はい、でここが駅構内ですね。で、これ窓口でもどっちでもいいんですけど、自分はこっちの方で、切符を購入しました。まあ、往復で行かれる方は往復券買った方が少し安くなりますので、そちらの方がお得だと思います。って感じでこういう形で購入していきます。お支払い方法を選択してください。 IC カードをタッチしてください。乗車券の取り忘れにご注意ください。これ以上風が強まりますか。よし、これで乗車券に。Thank you for riding the Hakone Railway today. Gondolas depart from Seoul Unsan Station and arrive at Old Wakudani Station in approximately 8 minutes. こんな感じでね、こう箱根の周りにある山とかを一望しながら、こう登れないいですね。で、後ろから見ると早雲山が微妙にもう遠いね、結構。いやでもね、それにしてもやっぱり硫黄の匂いがすごいんだよね。前来たとこんなことなかったから、いや本当にすごいな、山に囲まれてるなって。当たり前なんだけどね、箱根なんだからね、山に囲まれてるんだけど、やっぱこういうところに、たまに行くとやっぱりいいなと思いますね。まあ結構東京からもすぐに1時間半とかで行けるんで、ちょっとねやっぱり箱根湯本の方に比べると、こうアクセスとかはちょっと不便なのかなって部分があるんですけど、それでも結構こうやって乗り換えていけば、ゆっくりこう楽しめるんで、まあこうちょっと移動も楽しみつつっていうのが箱根の楽しみ方なのかなと思います。Mountains at a height of 924 meters.
The kanji character for dai or large is burnt on the side of the mountain. 結構やっぱり天気がそんなに良くないけど、まあ、なーなーは結構こう一望できるかなって感じで。The gondola will soon be passing above the volcanic valley of Owakudani. On clear days, this offers a thrilling view 130 meters down to the ground. Ahead on the right, you can see Mount Fuji. And on the left, you can see steam coming out from the mountains. White clouds of steam swirl around the mountain sides. And there is a new volcanic vent that formed from a small eruption in 2015. Yeah, やっぱすごいな。久々に見たけど、やっぱり。強さが全然すごいね。もう風が強いなっていうのがすごい伝わるような、結構すごいですよね。だいぶ揺らされてますね。いやー、振り返ってみるとやっぱり結構移動長いなと思いましたね。せっかく来たんで、次回は大涌谷の名物見どころたくさんお届けしたいと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。